ップス&テクニック。こんにちは。今回も前回に引き続きマイクロソフト365の人気ティップストップ20をご紹介します。このランキングは2022年にマイクロソフト365アカウントが投稿したティップスツイートへの皆様の反響をもとに作成されています。今回は第1位から5位までのティップスを紹介いたします。動画概要欄にタイムスタンプをご用意いたしましたので、よろしければご利用ください。それでは早速第5位のティップスからご紹介します。段落を分けて読み手に分かりやすくするなどの目的でこうした罫線を挿入する場合があるかと思いますが、キーボードを連打して罫線を引いていらっしゃいませんでしょうか。実はハイフンを3つ入力し開業をすることで素早く罫線を引くことができます。またハイフンだけではなくイコール3つで二重線、アンダーバー3つで太線のようにバリエーションもありますので、自分がよく使う罫線はショートカットを覚えておくのが便利です。ぜひご利用ください。それでは次に第4位のティップスです。プロジェクト管理にガントチャートを利用する方は多いかと思いますが、こうしたガントチャートを一から作るのはなかなか大変なことです。 Excel のファイルから新規メニューを選択し、オンラインテンプレートの検索にガント半角スペースチャートと入力し検索をすると、ガントチャートのテンプレートが複数表示されます。皆様のプロジェクトに合わせてテンプレートを選択しご利用ください。それでは続いて第3位のティップスです。 Excel の XLOOKUP 関数が第3位にランクインしました。ルックアップ関数といえば VLOOKUP を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、 XLOOKUP には VLOOKUP よりも便利なポイントが多くあります。実際に使ってみましょう。まずはこの元データから製品番号をキーとして製品名を呼び出します。 XLOOKUP の必須の引数は検索値、検索範囲、戻り範囲の3つでして、今回の場合検索値として D4、検索範囲として A4 から A8、戻り範囲として B4 から B8 のセルを選択します。この検索範囲の中に検索値が見つかったら、戻り範囲の中から値を返してねという指示を出している状態です。つまり今回の場合、検索値は製品番号 A00001 なので、製品名としてはデスクトップ PC が返ってくるはずですね。エンターキーを押してみると、はい、バッチリデスクトップ PC が返ってきました。さらに検索値を変えてみると、それに対応した値がきちんと返ってきます。これが XLOOKUP 関数の基本的な使い方ですが、同じことは VLOOKUP 関数でもできますよね。VLOOKUP の場合、検索値、範囲、列番号、そして検索方法として完全一致を指定すれば製品名が返ってきます。しかし VLOOKUP では検索値の検索対象が必ず検索範囲の左端の列にある必要があるため、この元データだと製品名をキーとして製品番号を呼び出すことはできません。一方 XLOOKUP であれば検索範囲と戻り範囲を別々に指定できるため、検索値の検索対象が検索範囲の左端にある必要はありません。はい、このように製品名から製品番号を呼び出すことができました。また XLOOKUP 関数はスピルに対応しているため、戻り範囲として製品名だけでなく値段と在庫の範囲まで選択すれば、それに対応した値が返ってきます。セルの一つ一つに関数を入力する必要がなく、指定した範囲の値が一気に返ってきますので、作業時間がぐっと短くなるのが嬉しいポイントです。さてここまでの説明では必須の引数のみを利用しましたが、ここからは任意の引数にスポットを当てて機能をご紹介します。まずは第4引数の見つからない場合です。通常、検索値として検索範囲にない値を入力すると NA という値が返ってきます。VLOOKUP の場合は IF エラー関数と組み合わせることで NA の代わりの単語を表示させることが可能です。一方、XLOOKUP では他の関数と組み合わせなくても第4引数を設定することで検索値が見つからない場合の挙動を設定することが可能です。該当なしと表示させたい場合はダブルクォーテーションマークで該当なしという単語を挟みましょう。何も表示させたくない場合は何も入力せずダブルクォーテーションマークを2つ入力します。これで完了です。
はい、NA ではなく空欄が表示されました。FL アカン数と VLOOKUP を組み合わせた数式と比べてみると短くシンプルな数式になりましたね。次に第5引数の一致モードです。 XLOOKUP 関数では一致モードを指定しない場合完全一致が採用されます。しかし今回のような元データの場合完全一致で検索をすると4000円に一致する値はないのでエラーが返ってきてしまいます。今回の場合4000円と入力したら配送料金としては900円が返ってきてほしいので第5引数として完全一致または次に小さい項目を選択します。はい、これで配送料金としてきちんとした値が返ってきました。ちなみに第5引数として完全一致または次に大きい項目を選択すると配送料として600円が返ってきます。ケースに応じて適切な一致モードを選択してみてください。では最後に第6引数の検索モードです。通常同じ検索値が検索範囲に存在する場合先頭から優先して結果が表示されます。そこで末尾から検索をかけたい場合は第6引数として末尾から先頭へ検索を選択するとこのようにマウス括弧新型という値が返ってきます。特に難しい操作をすることなく検索モードを変えることで様々な検索をすることができるのも便利なポイントの一つと言えます。様々な機能が備わった XLOOKUP 関数をぜひご利用ください。それでは次に第2位の Tips です。ワードであれやこれやと夢中で編集を加えていると見出しや本文で書式がバラバラになったり全体のデザインに統一感がなくなってしまうことがありますよね。元の状態に戻すために一つ一つフォントを戻したり書式を無効にするのが面倒な時は書式をリセットしましょう。リセットする範囲を選択しホームタブにあるこの消しゴム付きの A のアイコンをクリックしてもいいですしショートカットとしてコントロールとスペースを同時押しするとよりスムーズに書式をリセットすることができます。ワードのデザインがばらついて見えるときは一度デザインを初期状態に戻してみてはいかがでしょうか。では次に第1位の Tips です。セル範囲に含まれる数値の合計値を求める SUM 関数にはショートカットコマンドが存在します。通常 SUM 関数はイコール SUM と入力し合計値を出したいセルの範囲を選択し括弧で閉じて合計値を出します。この表のように選択範囲があまり広くなければこの方法で算出しても問題はありませんがこちらの表のように選択範囲が広い場合は先ほどの方法で合計値を出そうとするのは大変ですよね。そんな時は Alt Shift イコールの同時押しで合計値を出しましょう。セル範囲を選択する必要がないので選択範囲がどれだけ広くても一瞬で合計値を出すことができます。 SUM 関数は最も基本となる関数の一つなのでショートカットキーを覚えてこれまでよりさらに素早く作業を終わらせましょう。はい、ということで今回はマイクロソフト365の人気 Tips 第1位から第5位をご紹介しました。 Word と Excel の Tips に人気が集まったようですね。ちなみにトップ20の Tips を一覧で見てみるとこのような結果となりました。インデックス関数とマッチ関数を組み合わせたグラフの自動化のような応用テクニックもあれば Teams の作成ボックスの表示や本日ご紹介したオートサムのショートカットキーのような基本的な Tips も多くランクインしたように思います。皆様はいくつご存知でしたでしょうか。どれも便利な Tips なのでぜひご利用ください。また今回ランクインしたもの以外にもお気に入りの Tips がございましたらぜひコメント欄でシェアしてくださいね。それでは今回の動画はここまでです。最後までご視聴くださりありがとうございました。失礼します。